ち調子はどうだい。あもうねそういうのやめたんだ。うんなんかもう回復の見込みがないそうなんだ。何も聞かないでくれ。後悔ねぶみ談笑会会声興味を下げたが、はいそうです、正真正銘僕のせいだった。よくある話、単純明快をものにしたくて、かくあるべきという理想を殺して、もう散々だって逃げる勇気もない。早くもっと落ちて生きていたいよ。真夜中を塞ぐと運命の害よ、最後の忍ぶ実在を理不尽を孤独も恨まなくていい。それが全て意味はないんだ、僕らは生きるしかないんだ。生きてたよ、 DNA という染色本。